おはようございます。釣り子 TV です。琵琶湖。ねえ。いやー。憧れの釣り場に来てみたんで、試してみたいことが一つ。じゃじゃーん。これね、新しく導入した新兵器。ちょっとね、開けてみますね。これね、パックラフト。ボートなんですよ。こんな軽いね、やつで、この気になるね、沖に出れちゃう。夢みたいでしょ？ね。買ってみました。じゃあ早速ね、ちょっと初めてなんですけど、組み立ててみます。こんな感じね、フローターみたいな感じですけど、結構大きいっすね。で、まあまあ、これは。まあ、とりあえず膨らんしてみます。安静ね、じゃじゃーん。はい、それではね、ちょっと軽くね、釣り具の準備をして来尺来ていきたいと思います。イエーイ。よっしゃ、じゃあ遥かなる琵琶湖にレッツゴーですね。いいね。よいしょ。お、わあ、いいね。おお、楽しい。すごい。なんか、あ、結構思ったより速い。スピードが出る。ちょっと足回りをもっと快適に過ごせるように整理しないと。超楽しいんですけど。よいしょ。ちょっとなんかでも釣りしようかな。超気持ちいいんですけど。あ、早い早い。慣れてくるとすげえ早い。ちょっとあの取水塔とか遠いのかなと思ったけど、あっという間に着いちゃうね。着いちゃうから、ちょっとドラッキングしながら行くかね。何投げようかな。何投げようかな。ちょっとね、焦ってまさかのベイトリールを宿に忘れるっていうすごい感じだから、まあ、スピニングタックルオンリーでございますが、まあまあまあ、もう釣れれば何でも OK。 これ沈み虫の 2.2 やってます。ディーパーもね、使っとこうかな。結構こういう船でやるときはこれディーパーの防水バッグなんだけど、こんな感じでね、ポチャン入れる、流す、後ろの方がいいか、
こんな感じ。あ、結構この取水塔からのブレイクラインにすげえ映る。ここ釣れるでしょ。シラサギもこれ狙ってんだ。すごい。結構岸から届かない。まあウェーディングとかしたい、ドエントしたら届くのかな。 4.9 メートルとかのラインにすごいベイトが映ります。あー、でこれは今日のこれぐらいだったらアンカーいる感じだったかな。船も回転しちゃいそうだしね。ここら辺が足こぎのと違ってね。まあまあいいや。おい、着いたよ、取水塔に。すごくない？よし、これで吹き流されればワンチャンあるんじゃないの。方向が定まらない。最高じゃんこれね。あー気持ちいい、超気持ちいい。もうちょっと風のない時の方がやりやすいか。まあでもいいや、感じはつかめる。お寺流しを。ほっ、そして5メートルぐらい。沈めてる間に行き過ぎちゃわないように しっかり沈めて、よいしょ。ふうふう、おお、すげえ当たる。ツンツンだって。船が回るんです。船がこっちこっちこっち。当たる当たる。お、すげえ当たる。当たるのないちっちゃいのか。
アンカーいたね。アンカーいたよ、これ。すげえ当たった。いやワーム、いやこれ超結構ちっちゃい、これもっとちっちゃいわ。もうすげえ魚映る。すごい魚が 3.8 メーターラインに映ります。ワームのサイズ下げれば乗るのかな、わかんねえな。いやでも当たり出てんだから、もっとタイトに投げて糸出して、で定点欲しいね。はいはい、沈めて。贅沢な取水塔攻めじゃないこれ。ねえ、貸し切り。いやそばにある環境の人は本当羨ましい。あー、ちっちゃくてもいいから一匹釣りたいな、これデビュー戦。すごいね、ディーパー映るんですよ。くそー、アンカー沈めてじっくり狙えば釣れそうなんだけどな。ちょっと流されんの早いかな。ちょっと仕掛けを変えてみようか。ちょっと初出港で坊主は食らいたくないので、すごいライトリグにしてみましたよ。ワッキー仕掛けの山水、これは釣れるんじゃないで、ドラッキング。
構別に取水灯にこだわんなくても魚はね断続的に映るんだよな。お、食った食ったよ食った。うわーすごい、よっしゃ、うわーやったー。おい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 、ヤマミミズありがとう、やったー。はい、あーちっちゃいけど琵琶湖体型なんですけど超嬉しい、やったぜー、ヤマミミズナイス。いやー山見水に来ましたよ、琵琶湖バス。しっかり琵琶湖体験してないこれねえ。夕日と琵琶湖のバス、すげえ嬉しい。あのね、取水灯の横をこちょこちょやっていたら連れてくれました。マジ嬉しいんですけど、琵琶湖バスねえ、ほら、いやーすごいよこのね、第三田中丸ねえ釣れました、イエーイ、超嬉しいね。小さいけどちゃんとこのお腹がポッコリしていていい感じじゃないですか。うわー来たかいやった。はい、琵琶湖バースイエーイ。はーい、釣れたのはね、山ミミズね。いやー琵琶湖最高、第三田中丸最高。ちょっとねまだ初めてだからね、アンカー持ってくればよかったなとか、まあいろいろありますけど、まあジグヘッドにちょっと水深あるんでね、こういう感じで脇掛けにして向きを整えて、あ、待って待って、向きを整えたら、取水灯があったんでこんな感じ。ちょっとね、あのこの沈めてる間ね、アンカーとか持ってきてないから位置がそんなにずれないように、これこれアンカー持ってくればそれでよかったんだけどな。もうちょっとすいません、焦って。いやー気持ちいい当たりだったな。ここさっき結構コンコンとか当たりあったからまだワンチャンあんじゃないか。琵琶湖最高マジ最高なんですけど超楽しい。いやーもっとねポイントとか開拓してね、いろいろやってみたいけど、まあ本当初めてだからね、ディーパーで、あ、当たった。ああ、結構当たるね。もうちょっと薙の時でドリフトしたら本当程よいんじゃないかな。こういうドテラ流しする感じだと本当このパックラフトで十分だね、うん、結構気軽、軽い、なんだろう、気軽にある一定の、なんだろう、ちょっとボートが入れやすいところと車が駐車ちゃんとできるところさえあれば結構気軽に出せるからマジいいんじゃないですかこれ。うん、取水灯の向こうサイド投げてるな。はい、バタバタですが初めてなんで、まあ、うん、こんな近いねえ、水とこんな近い、これは気分上げ上げじゃないですか。よいしょ、はい、取水と沈める、
っぱいいるでしょ。お、当たった当たった、こちょこちょした、最高だねこれ。お、当たった。おっしゃ、あー、バレた。バレてない、バレてない。釣れた。ミニー君か。はい。山ミミズと琵琶湖でございます。いやー、ミニーサイズ、こっちだと見やすいね。ちっちゃいの来たよ。でもね、琵琶湖バーズ、やったいやー、ありがとうね、ありがとうね。サンキュー、サンキュー。いやー、これは嬉しい。いい琵琶湖バスですよ。イエーイ。さあ、引き続きですね。まあ、おかっぱりから届かないね、竿抜けのところ打てるから、本当有利だよな、これ多分な。あー、ちょっとゴミが多いかも。見てよこの景色、たまんないよ本当。当たった当たったよ、あーすごいすごいすごい。ディーパー切っちゃってた。あそこの岸壁とかも詐欺、おお、かかってるから、じゃあ、3.2メーター。ちょっと、まだ、狙えるから、ちょっとあの、マンメイドストラクチャーまで行ってみよう。さあ、限界まで、やるぞー。
これはこの感じは釣れそうじゃないですか。この感じは、この感じ、霞とかだったら絶対ね、ラフシチュエーションなんですけど、はい。白鷺も止まってる、ほ、回転する前に投げる、そして向きを整える、向きを整える、向きを整えてアクションをする。釣れそうな、いい感じの、すげえ下げてもらってる。これはいただきマンモス。いただきマンモスってなんだっけ。あ、ワーム取られてる。なんかルアー変えてみようかな。デプスの。シャットレッツゴと、ベイトはいない。水深バッチリ、ベイトいない。でもサギは何かを狙ってる。どうかね。シラサギ、うわ、追ってた、追ってたよ。なんかいいサイズが、ワンチャン、ワンチャン。
ー気持ちいい、マジで気持ちいい、釣れなくても全然いいねこれ。もうちょっと帰ろうか。レッグワームの 2.9。 最後はもうちょっと張ります。レッグワームの 2.9 で遊びながら帰ろうと思います。ジグヘッドでいいか。2.9 の10円と、おお食った。レッグワーム 2.9。 豆。はーい、レッグワームの 2.9 にね、豆サイズ。いやー、お腹ぽっこりなんだけどね。はい、お豆サイズだけど琵琶湖バス最高でしょこれねえ、楽しい、イエーイ。微妙におかっぱりから届かないぐらいのとこにね投げれてるから反応がいいのかどうかな。でも琵琶湖だと連れてくれちゃうのかな、わかんないけど。いやー最高だね。あ、追われてる追われてる。ちょっと表層系の時間なんだね今。追われてた水面で。終わりの時間だね。このまま岸に吹き流されてゴールかなというか。おお、なんだよ。楽しいな。追われてるじゃん。
よっしゃ食ったよ。よっしゃレクアム 2.9 レンチャン、イエーイ。いやいいね、うん、はい、ラストかな。レクアムの 2.9 にね、いい感じで食ってくれました。ミドスト気味にちょっとね、お腹ぽっこりな琵琶湖体型なバスじゃないでしょうか。最高だぜこの景色ですよ皆さん。いや、わかりづらいね。はい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 、琵琶湖バース。はい、第三田中丸、初めてね琵琶湖に出ましたけども、結構ね短時間で、釣りを楽しむことができました。これはね、まあ、クローターとかもいいんだけど、なんか、まあ、クローターよりちょっとコンパクトになるかなって感じでね。で、うん、もうちょっとアンカーとかね、下にキールつけたりとか調整は必要かもしれないんですけども、琵琶湖堪能できました。それではね、片付けて帰りたいと思います。イエーイ、釣りこう TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたら、こんなに便利なものはありません。ディパ魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。